はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画なんですが、久しぶりのね、トビさん、私の同業者ですよ、同業であるトビさんのね、腰道具を紹介してみようと思っております。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、それではね、自己紹介の方をお願いしたいんですけど、よろしいですか。はい、はい、お願いします。東京都荒川区から参りました村上一馬と申します。村上さん、ちょっとね、皆さんこの辺り見てくださいよ。まあね、見る人が見れば分かりますよね。椿ですね、椿モデルのハーネス限定ですね、使われてて。なるほど、椿のスウェードですね。腰の方はですね、ちょっとグリーンをメインにされてるのかな。はい、幹がぶら下がってたり、ニックスがぶら下がってたりというところで、この辺のね、こだわりなんかも、お聞きしていこうと思います。お願いします。お願いします。もうね、皆さん村上さんのね、いでたちを見られると分かると思うんですけれど、まあ、あえて、村上さんのお口で、ちょっとご説明していただきたいんですけれど、どういったことをなりわいとされて。自分は飛び職をやってます。飛び職、はい、はい、職歴はどのぐらいになりますか。職歴の方が7年目になります。7年目。ちなみに今 お年は26歳です。26で7年目ということは、もう10代の頃からやられているということで。はい、なるほど。はい、飛び職歴7年目ということで、村上さん、はい、今所持されている資格ってどういったものがございます。玉掛けであったり、はい、フォークリフト、ほうほう、そして高所作業車10メーター以上のもの。ああ、10メーター以上の高所、はい、はい、とあと特別教育の三欠と三欠。なるほど、足場の作業主任者は今まだ所持はされていないということですね。そうですね、はいはい。足場の特別はお持ちになられてますもんね。はい、特別とあと、まあ、墜落性使用器具ハーネスですね、はい、は所持されているということですね。そうですね。なるほど、はい、スーゼネで、まあ、活躍されている組飛びさんということなんですけれど、この後ね、村上さんの腰道具の方、いろいろね紹介して、またそのこだわりを聞いてみようと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、はい、村上さん、はい、今回なんとこのハーネスをね、3本ご用意していただいたんですが、はい、これはすべて作業内容に応じて分けられているということでよろしいんでしょうか。どういった使い分けで。基本的には、はい、今回着てたこちらのハーネスなんですけど、うん、はいはいはい、これは新しく最近作り上げたものでして。お、なるほど、はい、でその隣のものが基本的にスポットであったりとか、はい、要は常駐する現場じゃない、うん、要は1週間そこに滞在した上で、うんうん、ちょっとこれかけばらししてもらいたいって時に使う、要は応援用の足場、足場用で使う、まあ、スポットであったり応援用ってことですか、主に。はい、はい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 。でこっちの方が今もうずっと使ってるもので、おうおう、まあ、年季から見ても3つの中でもどの中でも一番年季が入ってるとは思うんですけども。そうですね、年季とはいえこれでどのぐらい使ってるんですか。これでだいたい1年半近くは使ってます。1年半ですか。1年半ですよ、皆さん。これ相当ガチでやられてますね。はい、相当やられてますね。やってますね1年半、これはすごいな。なるほど、はい、1年半だというこちらのね、これは谷沢ですか。こちらの方がそうですね、谷沢の蛇腹タイプの2種ですね。なるほど。でラインヤードも谷沢ですね、これは。そうですね、ラインヤードとハーネス本体が谷沢ですね。はいはい、谷沢ですね。それについてあるこの腰当てが、腰当ての方が椿の腰当てになりますね、はい、ちょっと見にくいですけど、うん、ここにあります。あ、椿モデルですね、はい、なるほど、はいはいはい。で、ドーベルトがタイタンですね。タイタンのワンタッチバックル、ね、はい、ワンタッチバックルですね。このワンタッチバックルを選ばれる理由って何でしょう。もともとはバックル、うん、まあ、会社入った当初はバックルの方を使ってたんですけども、はい、要はバックルで締め込むのが逐一面倒くさくなってしまって、うんうんうん、だったらじゃあもういっそのことワンタッチでもうすぐパチッとやって作業に移ろうってことでワンタッチにしました、うん、ああ、なるほど、ワンタッチにしたというところで、はい、まあね、1年半この年季ですね。いや、私ここまでガチでやられる職人さん大好きです、はい、ありがとうございますこれ相当やられてますよ。はい、相当やられてますよ。なるほど、カラビナを見るとこれは全部3強ですね。ダブルタクト、あ、すみません、 SK ですね。そうですね、はいはい、 SK です、失礼しました。はい、 SK がついててということですか。こちらのハーネスは未だに現場で活躍されているハーネスの一つということでよろしいですか。はい、そうです。なるほど、い
や、いいですね。もう味というか、もうね、村上さんのもうなりわいを支えているこの傷一つ一つ、いや素晴らしい。はい、そしてね、お隣、応援であったり、まあ、スポットで使うハーネスとおっしゃられているんですけれど、こちらになると椿ですね。椿のラインヤードに椿のハーネスと、で椿の、胴当てに、三甲タイタンの、グリーンの胴ベルトがついているというところで、この辺になるとね、なんかやはり最初のハーネスからさらにこうちょっと色にこだわりだったり、なんかメーカーにこだわりが出てきているのかなと思うんですけど、この辺どうでしょう。この辺の方はそうですね、はい、色、自分がもともと緑色が好きなので、うん、はいはい、緑の方をなるべく 多めに増やしたっていうのが印象ですかね、うんうん、なるほど。腰袋のメーカーは多分、腰袋のメーカーは一緒ですね、カラーが違うってだけで。あ、シルバータイガー、はい、シルバータイガーってこれどこのハンプなんでしょうね。すみません、私ちょっと無知で、この辺りね、はい、シルバータイガーちょっとわからないですね。シルバータイガーが、はい、綾瀬の、うん、足立区の方にある広瀬、はい、広瀬屋ってところがありまして、はいはいはい、そちらの方に販売されてたものがありました。シルバータイガー、はい、普通の腰袋と違うのが、はいはい、まずここの中見てもらえると分かるんですけど、うん、おうおう、二重構造になってるんですよ、はい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 、要は今ここの中にいるのがミニカッターであったり、うん、横に刺す際にハーネスとベルトを傷つけないためにこういう施しがされてるので、僕はこのシルバータイガーを使うことにしました。なるほど。今皆さん、村上さんの説明分かりましたかね。ミニカッターというのがですね、要するにここの隙間ですよ。この隙間にですね、皆さんおそらくここです。ちょっと村上さんお願いしてもらっていいですか。はい、はい、こういった番線カッターをね、トビの皆さんここへね収納される方が多いんですよ。はい、ここへ収納される方が多いんですね。でこうなった時に中で先ほどの、まあ、仕切りがあることによって、はい、ハーネスが干渉しないということで、使いやすさがものすごく利便性がいいということですか。そうですね、それもありますし、うん、ベルトとあとハーネス自体の、はいはい、要は擦れたりしてしまった時の寿命とかも考えた時に、うんうん、要は擦れてしまって切れるっていうリスクが、少しでも軽減されるために僕はこれを使いました、うんうん、あ、なるほどね、これを使っているということで、はい、まあ、この辺もね、村上さんこだわりですよね。そうですね、そうですよね。はい、ちょっとね、村上さんにお聞きしたいんですが、はい、このね、初代という言い方でよろしいでしょうか。そうですね、まあ、うん、谷沢から、まあ、ラインヤードハーネスですよ、はい、椿に移行したここの理由って何でしょう。椿に移行した理由としましては、はいはい、谷沢の、まあ、フォルム自体は僕悪くないとは思ってるんですけども、まあ、一つあるとするならば、はい、椿の足のもも裏のところですね、うんうんうん、これが不利になるんですけど、うん、要は足を広げたりとか、そういう作業をする際にはこれが動くことによってフリーになるんですよね、はい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 、要は動きやすいってことになるんですけ ど、 なるほど。こっちの場合は、要はさっきの椿と違って固定されてるんですね、うんうん、固定されてるんで足広げた時にもうこの痕跡で分かると思うんですけど、もともとこうなってたものなんですね。で足広げてやりづらくなって、なるほど、はい、突っ張るたんびにもうほつれていっちゃってるってことですね、はい、で自分ももう、まあ、やっていくたびにストレスもたまりますし、イラッとしても思いっきりうっって強く引っ張ったりするときに破れてしまった後になってしまってて、うんうん、なるほど。もうそろそろだ、まあ、そしたらもう買い替え時だなというところで、でもこちらはどのタイミングで組まれてるんですか。この2機同時に一緒に組みました。同時に組んだってことね、はい、なるほど。まあ、確かにね、これはもう危ないっちゃ危ないですよね、はい、あとカラーコーンとかじゃなくて鉄筋とか、あの差し筋とかに引っかかってしまったりとかあるので、はいはいはい、正直僕これ使ってても結構怖い時が多々あったんですね。だからもうそろそろ替え時なのかなって思ってます。なるほど。それで、まあ、ちょっと、これを飛ばして、こちらに行き着いたということですか今。そうですね。なるほど。こちらなんですけど、はい、まあ、腰道具の、まあ、自分の中でもうこだわりにこだわったもの、もう詰まりに詰まったものばかりなので。なるほど、いいとこ取りをしているというところで、はい、そうですね、もう今までの腰袋の今までの腰道具全部をこうやってった時に、はい、この位置がいいな、この位置がいいな、ここももう少し欲しいなってものをもう自分の中でもう思い描いて、はい、
作りました。なるほど。つまりもう村上さんの、まあ最初初代から始まって、それからまあ応援スポットで、それから後全てが、今までの全てがここへ行き着いたということですか。はい、そうです。なるほどね。はい、ハーネスがね、椿の限定色、まあ、グリーンで、まあ、ランヤードも椿というところで、この辺ね、まあ、村上ということで村上さんのお名前をね刺繍されてるんですけど、こちらもね、はい、椿の、アブソーバーカバーということで。そうですね。なるほど。この刺繍はちなみにどちらで。こちらの刺繍が、うん、わらび上田さんのところで。わらび上田でしていただいたんだ、はい、なるほどね。皆さん、あのまたね、わらびさんの動画またこちらの方出しておきます。はい、村上さん、わらびはよく行かれるんですか。わらびはここ最近ですね。あ、最近どうですか。はい、いや、もう、うん、飛び道具がもう揃いに揃ってまして、はいはいはい、鉄骨道具なんかももう駒がもし、ええ、いいものがなかったらとりあえず上田行けば、はい、どうにかなると、はい、いうことです ね、 そうですね。手前のもの一つ取っても奥からまた出てきますし。そうですね。そういうことなんですよ。あの宝箱です。本当に宝箱。そうですよ、職人の宝箱。はい、はい、わらび上田さんをね、皆さんぜひよろしくお願いしますということで。なるほどね。はい、で九州フックの方ももともと椿の既存のやつあったんですけど、はいはい、このタイプちょっと使いにくくて、僕、タイタンの九州フック使ってます。使ってるんだ。はい、なるほど。こっちの方でもう僕ずっと支給されたハーネス以外自分で買ったりするときにはもうずっとこれ使ってたんで、はあはあ、で僕はずっとこの九州、ね、タイタンの九州フック使ってます。使ってると。はい、うん、でさらにここにシーリング通します。ほうほうほう。これは僕だけなのか分かんないですけど、ええ、メッシュ縛るときに腰の位置からぶら下がってると取りにくいんですよ、ね。ああ、紐の話ね。はい、はいはい、そうか。そういうことだとね、あのシート紐胸からすぐに取り出せるということですよね。そうですね。そういうことですよね。はいはい、うんうんうん。まあ、こちらもねワンタッチバックルを使用されていてってことですね。はい、はいはいはい、なるほど。え、これは角位ですか。こちらがナイスの水平きっかけですね。うん、なるほどね。ナイスの方を使用されているということですか。はいはい。それをインシロックで止められてってことですね。その裏が椿のブラックですか。そうです。固定板を使用されて、はい、ダブル使いにされているということですね。はい、この辺面白いことを細工されてますよね。そうですね。うん、なるほど。はい、続いてね横行きますと、こちらは SK11 ではなく、あ、ダブルタクトなんですね。そうですね。はい、3強です。ダブルタクトのカラビナが使われてて、でね、ニックスのこれはこちら、ちょっとごめんなさい、はいはい、メーカーはちょっと僕も忘れたんですけど、うん、これは何に使いますか。これは鉄骨で使うボルシン刺しですね。あ、なるほど、はい、ボルシン刺しに使うというところで、はい、なるほどね。うん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 。はい、田島のダブルマグ5圧ですね。はい、はい、私もねよくこのタイプ使うんですけど、5メーターこれどうですか。ここの鉄粉気にやっぱり現場でいろいろ作業していると鉄くず拾ったり、はい、まあね、この横の工具がガチャガチャくっついたりっていうストレスが私ちょっと気に入らないところがいろいろあったりもするんですけど、どうです。そうですね、うん、もうそこは妥協してます僕は。うん、妥協してますか。はい、はい、鉄粉拾った時はもう、うん、つける前にもう一旦手で払って、うんうん、そこからもうつけてっていう風に使ってますね。やっぱりこの墨の方はありますもんね。はい、うんうんうん、やっぱり使い勝手がいいですね。はいはい、そうですね、まあ、黄色テープで見やすいし5圧というだけあってね、はい、まあ、テープもより強くなってますからね。はい、はい、この辺はねもういいスケールだと私も思っています。はい、はい、田島5圧からこの落下防止、このパラコート、これも村上さんご自身で編まれたってことですか。そうですね、はい、YouTube で調べて、うんうん、要はスネークノットって言って、はい、要は曲がり方とか、その動きの様から蛇のようにしなるってことで、スネークノットっていう編み方を YouTube の方でやってまして、で意外となんか面白そうだなと思って、うんうんうん、試しに使ってみたって感じです。意外と村上さん器用ですね。はい、スネークノット、まあ、自在に動くってことですか。あ、本当だ。はい、まあ、それから腰についているのが田島のプラのリールですね。はい、はい、みんながよくメタルがいいとか言うんですけど、うん、僕個人としては僕メタル嫌いなんですよね。メタルが嫌いと、はい、はい、要はメタル嫌いな理由としては、うん、ワイヤーになってるじゃないですか。はいはい、
実は僕も一時ワイヤーのやつ使ってたんですけど、1ヶ月もしないうちにワイヤー切れて壊れてしまって、はい、そこからもうやっぱり高いもの買って持ちが悪いんじゃ話にもならないなと思って、うん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 、で、こちらを使用されているということですね。そうですね、はい。別口ね、九州ウックをね、Y 型のここ腰の部分につけられて、そこから、まあ、落下防止という流れになってるんですけれど、はい、これどういう風になってる、あ、ここも縫われてんですね。なるほど、ね、いいですね、はい、泉野さんのやり方をちょっとこう参考にさせていただきました。はいはいはい、どうですかこのやり方。このやり方は僕いいですね、うん、あ、いいですか、はい、ありがとうございます。その分、はんはん、ここに、まあ、今見せた通り固定板貼られて、はいはい、要はこう間に入ったり縫われたりしてるんで、ちょっと2本になってるんですよね、これが。要はその分こっちが短くなって、こっちが長くなってガボガボになるじゃないですか。で、動画でも泉野さんが動画でもやってたように、腰当てに裏を通してやってるじゃないですか。これは谷沢の反射板ですね。はい、で、僕これ使ってる理由としては、こう泉野さんはこのまま使ってたんですけど、僕これ擦れた時になんかここだけなんか早く終わって壊れちゃうんじゃないかなと思って。なるほどね、ここがね、はい、擦れるんじゃないかというところで保険をかけたった。そうですね、要は自分いい腰袋ほどやっぱ長く見せたいし、うんうん、使いたいっていうのもあるんで、うん、なるべく寿命を長く持たせようと思ってここに入れましたね。そうですね、皆さん思い出してくださいよ、1年半でこれですからね。そうですよ、なるほどね、考えられてますね。はい、そして皆さんこちらですよ、これは幹の工具差しになっちゃってるんですけど、はい、はい、これ横使いされてってことですか。どうなってるんですか、これは。これがまずダブルタクトの固定板、はいはいはい、固定板って言ったらあれですけど、うんうん、この、はい、プレートですね、はい、プレートの2つ穴を使って、はい、幹のやつを、まあ、要はホームセンターでね、ボルトだったり、ナットだったり、そういうのを購入して自分なりに合わせて使ってみたりとかして。なるほど、ご自身でカスタムされて横使いにされて、そこへ刺すのが番線カッターということで。はい、そうです。なるほど、先ほど、はいはい、腰袋、うん、こちらでも説明した通り、僕ずっとこっちに刺してる、刺し込む人間なんですよ。なのでどうしてもやっぱりこっち側じゃないと僕、仕事ってやりにくいんですよ、ね、はいはいはい。なのでこれで習慣づけられているし、癖づけられているところでってことですか。はい、これは面白いですね、アイデアですよ。なるほどね、もう考えて、はい、最初の頃はこの幹の位置をこっちにつけようかとかも考えたんですよ。ただ自分がいつもつけてる場所が右側なんですね、要は左にスケールをつけていて、でそこから右にカッターを、うん、取り出すっていう癖があるので、はい、基本的に道具のメインがインパクト、はいはい、ハンマー、まあ、ラチェットだったりモンキーだったり、まあ、モンキーはそこまでなのかな、基本的にメインで使うものが右手作業なので、はいはいはい、まあ、カッターよく取るのが右手って、うん、まあ、右利きっていうのもあるので、うんうん、右側から抜いて使えるっていうために使っています、はいはい、この辺またね面白いアイデアですよ。はい、いや、これは面白いですね。はい、次にね、腰袋なんですけれど、はい、歴代を見ますとね、シルバータイガー、まあ、ハンプを使われているんですが、はい、今度ね、今作新作という方でよろしいでしょうか。そうですね、ニックスの、まあ、コーデュラバリスティックを使われているんですけれど、はい、これどうですか、やっぱり軽いですか。うん、多分、うん、持ってみた感じ軽いですし、うんうん、なんか頑丈な気持ち頑丈な感じがしますね、うん、軽いのになんかそこまで軽いものってやっぱりみんなの印象だと軽いイコール破れやすいとか壊れやすいっていう印象があるんですけども、こうバリスティック僕今回初めて見るものだったんで、まあ値段使ってみようかというところで今回取り入れたということですね。そうですね、はい、まあ、これからねどういうふうな、まあ、経年変化していくかっていうのがまたこれ一つ村上さん楽しみですよね。そうですね、そうですね、はい。そしてこのシノサシ、それからモンキーサシは幹を使われててってことですね。そうですね、はいはいはい、もともとこの幹のやつが、うんうんうん、ガチャとモンキーサシじゃなくて本来の使い方は、実はこれミニカッターサシなんですよね、はい、こういうふうに刺して、まあ、ラチェットはラチェットを刺すんですけど、はいはいはい、要は幹自体でもモンキーとラチェットの
既存では売ってはいるんですよ、はいはい、ただシルエットが僕見た時にすごく寂しいなと思いまして、うんうんうん、で寂しいからなんかシルエットでかいものはないかなと思って探した時に、はいはい、SPH500R っていうでかいものがあったんで、あ、これ結構いいなと思って、うんうん、で他のトビの YouTube さんとかがここを切ってモンキー刺しに使っているそうですね、ここですよね、はいはい、見てこれいいな真似しようかなと思って、うん、はいはい、こんなかこの形で使いました。ここですね、切り抜いたということで、もう、はい、そしたらモンキー刺し専用ということですか。そうですね、モンキー刺し専用ですね、うん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 、で切り口のサイズ今、うん、通常のサイズ使ってるんですけど、はいはいはい、でかいモンキーでも全然刺せるように。でかいモンキー要は、うん、6もう41とか、あ、もう36とかってことですか。はい、そうですね。なるほど、うんうんうん、いいですね。そしてこちら、まあ、ガチャシノなんですけど、はい、MCC の曲がりを使われてるんですが、はい、この辺大型直の大型を使われてない理由って何かありますか。直の大型は、うん、入った時最初は使ってたんです、ね、はい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 、使ってて、まあ、曲がりシノを、うん、まあ先輩から譲り受けてもらって、うんうんうん、これじゃないんですけどまたこれとは別の MCC の肉厚で、はい、もう今売られてないんですけど、うんうん、それもらった時に曲がりシノでもらって、はい、番線絞る時に一番楽だなと。ああ、楽だなというところで、はい、なるほど。まあ、要はかかった時に、うんうん、要はシノでこうこじったりとかする時に、はいはいはい、曲がってる分やっぱり力の加わり方がちょっと変わるんで、うんうん、まあ、使いやすいということで、使いやすいって形ですね。なるほどね、はい、はい、いいと思います。中にはやはりねもう直の大型だって、やっぱりこれ昔からねなんかそういう風習というかね、考え方の一つとしてね、直の大型という兄貴さんたちいるでしょ。いますね。いますね、はい、そうなんですね、曲がりを使われているところで、うん、はい、いいと思います。はい、そしてねハンマーの方行きましょうか、はい、もうねこちらは言わずもがななんですけれど、またねこの A のところこの部分ですよ、パラコードでいろいろこう巻かれてるんですけれど、これもご自身で巻かれたということですか。そうですね、はい、こちらも同じような感じで、うん、YouTube で見てなんかははまグリップのコードの巻き方っていうのがあって、はい、それちょっとやろうかなと思って、もともとゴムのやつずっと使ってたんですけど、うんうんうん、なんか寂しいなと思って、はいはいはい、配色見た時に、まあ、ちょっと見えてるんですけど、ここ黒色じゃないですか、はいはい、まあ、黒だけで、まあ、黒も統一されてるんで、別に黒でもよかったんですけど、なんか色緑もうちょっと増やしたいなと思って、そこで緑のパラコード買って、ね、はいはいはい、でどういう風に巻こうかなってなった時に、なんか面白い巻き方ないかなと思って YouTube で調べたらこういう巻き方があった。なるほど、それで真似したということで、はい、どうですか実際使ってみて。使ってみて、はい、僕は結構握りやすいですね。握りやすい、要は変わって作業とかでも、うん、まあ足場、まあ、今でいう次世代足場アルバであったり、はいはい、ダーウィン、うん、あと IQ でしたっけ、 IQ、はいはい、それらをやるときに、まあ、基本的にハンマーがもう主流になってきてますね。うちの人間たち大半がもうラチェットだけでいいって言うんですけど、うんうん、ラチェットだけだとラチェットだけでいいラチェットだけでいいっていうのも分からなくはないんですよ。だけどなんかあんま叩いてて何回も叩いてるんですよ、はい、やっぱり先輩連中でも、はいはい、僕これハンマーちょっと強めに一振りしたら一発なんで、え、一振りの方が早くないですかって言ったら思いっきり引っ叩かれました。あ、引っ叩かれたということで、はい、それは動画で言っちゃっても大丈夫ですか。まあ、大丈夫ですね。大丈夫ですか、はい、なるほどまあ生を言うなと、はい、あ、何言ってんだということで引っ叩かれたということ で、 そうです、ね、なるほど、はい、そしてね村上さん革手なんですけれど、こちら革、はい、あ、革ではないですね、これ人工ですね。人工革手ですね、うんうん、きらめきってやつで、きらめきだ、最近もうみんな流行ってるものですね。はあはあ、なるほど、はい、きらめきですね。ちなみにここをカットされるこの理由っていうのを村上さん教えていただけますか。はい、うん、もともと僕腰袋に刺してたんですよ。はい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 、で移動するときに、うん、やっぱりこうこぼれちゃうんですよ、ええ、でまあうさしてしまう、なくなさしてしまうということで、はいはい、なのでなんかもうつけ、うんうん、カラビナにつけておけば、まあ、カラビナが壊れ、はい、このバネの部分が飛んで壊れてない限りは基本か、うんうん、カラビナから変わって落ちることほぼほぼないんで、ね、うんうんうん、要はメッシュの紐縛るときとか変わって作業なんかで絶対やらないんで、はい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 、そういうことで、カットされてカラビナに、着脱できるようにしているということで、はい、あと前まで、まあ、今の前の2つの作品って言ったらあれですけど、はい、2
2つの腰袋の大半がインパクトのこっち側につけるか、はいはい、要はハンマー側のカラビナにつけるか、うんうん、どっちかの方につけてたんですけど、僕仕事していく中で、はい、要はちょっと釘打つよとか、うん、要はベースに釘打ってないからそこ打ちたいよって時に、はいはい、ハンマーのところに革手があって邪魔で抜きにくいとか、うんうんうん、ちょっとクランプ1箇所ばらしたい、手すりちょっとばらして、うん、そこ開口で作業したいよって時に、はい、革手があって邪魔で動かせないとか、そういうのがあって、今のやつはちょっとカラビナつけれなかったんですけど、うん、今回新しく作ったってことで、うんうん、革手専用のカラビナを作りました。あ、作ったということで、はい、あ、なるほどね、そういうことですか。はい、そしてね、そのこだわりの革手をちょっとね、外してもらうと、そこに隠れているのがマキタ TD の173ということで、はい、村上さん、はい、このマキタ TD 173、このいいところっていうのは何かありますか。はい、そうですね、はいはい、まずこの今みんな、うん、ほとんど、まあ、動画を見てる方は分かると思うんですけども、今までだとここについてたじゃないですか。そうですね、操作パネルが。で、うん、ここの後ろについたってことで、はいはい、操作がもう、うん、いちいちこう、ここから見たりとかしなくていい。しなくてもいいと。もう一目瞭然だと。はい。要はもう、すぐここで構えられるっていうところで、使いやすいかなっていうところですか。なるほど。あともう一つは、はい、僕、昔使ってたインパクトが170の方でしたけど、ちょっと機種の方は昔のやつで覚えてないんですけど、昔のタイプが今ちょっともうモデルタイプが今楽々のボルトタイプ、要は仮設用タイプ2を使ってるんですけど、はいはい、このタイプのいいところってのはバラしの時って、多分ネジ飛んじゃうんですよね。そうですね。でこれって緩むと自動的に止まるんですよ、はい、止まるというところで、はい、これがいいところですね。うんうん、その機構にが気に入っているというところで。そうですね。で今そのキャッチを見るとね、はい、特和を使われてるんですけれど、はい、これどうですか、まあ、この暗所へ入った場合、この、まあこのリングのワークライトがそこまで、本領発揮されないんじゃないかという意見があったりするんですけれど、そこまで気にならない。そうですね、うん、使ってみて実際に部屋の中暗くしてライト照らしてみたときに全然全くもって、こんな感じで、はい、うんうん、そこまで支障ないですね、うん、支障はないということで、はい、なるほど。もうこの特和はずっと昔から特和使われてるんですか。そうですね、僕はもうこのタイプずっと一択ですね。あ、このタイプ一択なんだ。はい、あのハンマーも見れば分かるんですけど、うんうんうん、頭タイプでつけるのがもう僕習慣ついちゃってるんで。習慣ついちゃってっていうことですね、はい、なるほど。はい、そしてね、右側のハーネスを止められているのが椿の黒のね固定板に、また三強ダブルタクトですね、カラビナをダブル使いされているというところで、はい、なるほど。まあ、当然ねここから、まあ、ここですね、ここのセンターまでが右手作業ということで、はい、まあ、要はこのクリッパー、番線型を抜くところまでが右手作業、はい、対して、こちらですね、はい、左手作業ということで、そうですね、飛びレベルからここまでは左手作業というところで、はい、なるほど。村上さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そしたらね村上さん、はい、こちらです。はい、あなたの腰道具何キロですかのコーナーですけど、よろしいでしょうか。はい、これちなみに村上さんどのぐらいだと思いますか。目方だいたい背負ってる感じだと10キロいくかいかないかぐらいですかね。あ、10キロいくかいかないかな感じですか。はい、ですね、トビさん、まあトビさんもね、まあ足場立て方重量強量、まあいろいろあるんですけれど、はい、まあ、私この動画の中で、この腰道具のね目方をいろいろ測っているんですけれど、はい、足場に関しては平均8キロです。はい、はい、で立て方が、まあ、12キロ、平均12キロと重量10キロというところで、はい、さあ村上さんの、こちら、まあ、足場で使われている、腰道具ハーネスが一体何キロかというところで今からね測ってみようと思います。そしたらね村上さんお願いします。はい、どうし、あ、そこですか、ランヤードの D 管にかけられるんですね。はい、はい、じゃそのままそうですね、ぐーっと我慢していただいて、いつかホールドになります。来たかな、ホールドですね。はい、ホールド。はい、何キロですか。 9.42、 はい、 9.42 、まあ、あの平均値を大きく上回っちゃいました。そうですね、自分の背負った感じの重さもちょっと近かった。近いね、 9.42 、はい、だからね今回撮影用で細かなね、落下防止セーフティーロープは外させてもらってますけれど、そういったものを、つけられたり、ね、またねこういったあのソケットですよ、つけられたり、まあモンキーがデカモンキーになってみたり、はい、ってなってくると水液つけられたりってなってくると、はい、もうほぼほぼ
ああ村上さんが言った目方になるのかなと近づくのかなと。そうですね。なるほど、ありがとうございました。はい、はい、今回ねトビの村上さんに出演いただき腰道具紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。村上さん、まあ、お年は26歳ということで、はい、職歴7年目というところで、はい、どうでしょうね、まあ、飛び職される中で、まあ、職人とはいえやはり下積み時代もあったわけですよ、はい、で村上さんね年は26歳で経験に、7年目ということで、はい、まあ、村上さん自身下積みされている時、まあ、兄貴さんたちからね注意受けることもあれば叱られることもあったと思います、はい、でね心ないことを言われて胸にこうね突き刺さるようなことも言われたりしたこともあると思うんですけれど、はい、どういったことでよく叱られてましたか？やっぱり組むにあたって、はい、ただ組むんじゃなくて、うん、どうやったら使いやすいのかとか自分で、なるほど、その足場、要は組む手側じゃなくて使用者、使う側がどういうふうに、どういうふうな足場だったら使いやすいかということを考えろと、はい、なるほど、ただ組むことは別に内装屋でも、うんうん、塗装屋でも誰でもできる、はい、足場なんてものは、うんうんうん、ただそれを使いやすく組むのが飛びだというふうに教わりました。教わったと。要するに全作業員全職種がその足場を使って安全に作業ができる足場が良い足場だということを教わったということで、はい、とは言ってもやはり、分からないじゃないですか。というのはよその作業他職が、はい、そこでその足場を使ってどういう仕事をしているかなんかやはり我々トビだから分からないですよね、はい、分からないです、はい、でそこでどういうふうな答えを求めましたか？そうですね、はい、自分が若い頃右も左も分からない中で、はいはい、要はもう駆け出して、うん、間もないあたりとかで、はい、要は最初は材料運びから始め、ええ、組じゃあいざじゃあ上上がって組んでみろやと、うん、組んでみたりとかして、ええ、でそこからじゃあ今度は 下の一番最初から地組みからやってみろ、はい、地組んできた時に自分はもうただの見よう見まねでやってました、はい、で見よう見まねする時に見よう見まねしてやった時に先輩に言われてさっき言われた自分が使うんじゃない他の人が使うことを考えろ、はい、と言われた時に最初の頃は何言ってんだろうと思って、うん、わけわかんねえや自分が組んでんだから自分でいいじゃねえか、うん、って最初は思ってました、はい、でも整備関係片付け関係とかで回る時に、うん、あ自分が組んだ足場使われてるって見た時に使いにくそうな感じがしました、うん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 、その時にあこの組み方じゃダメなんだ、うん、ってなった時にじゃあその人たちどうやって作業してるのか、うん、一回足を止めて、うん、仕事一旦中断して足を止めて一旦眺めたんですよ、うん、眺めてる時にあそういう風に動くんだ、うん、そういう風に材料を持ってきて運んでで作業するんだと、うん、でじゃあまた同じ足場を組むってなった時にその人の体を一回真似たんですよ、はいはい、でこうした時にこうした方がやりやすいなとか、うん、ここに縦地があったら邪魔くさいなとか、ほうほう、あとブラケット足場で跳ね出す時に、うん、ここにブレスじゃなくて水平材流した方がまたぎやすいとか、うん、そういうのも考えたりした時にこうしでその組み上がった足場がでいざ使われた時に、うん、その業者さんから言われたのはとても使いやすい足場だったよと言われた時に、はいはい、すごく嬉しかったんですよ、うんうん、初めて自分が今までやってきた考え方が報われてきて、うん、そこで感動感が得られました。なるほど。なので、はいはい、先輩方から言われた、うん、組む手側ではなく、うん、使う側の位置に立てと言われたその言葉が、うんうんうん、いざ自分でやってみた時に、うんうん、やっと理解できたって感じです。やっと理解できたと今体現されて、はいね、やっと体現したからこそ今理解できているということで、はい、なるほど。自分の今言った考え方、うん、参考にしてくれとまでは言わないですが、はい、どうやったらいいのかとか、うん、自分の中でまずイメージを組み立ててくれることによって、うんうん、どんどん自分の中で成長できると思っていますので、うんうん、僕の言ったものを参考にしてくれれば、うん、とてもありがたいと思います。そうね、まあ、数あるか考え方の一つとして、村上さんの考えもそのうちの一つだということで、はい、なるほど、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日はね、飛び職人の村上さんに出演いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。またね、村上さん今後もまた出演していただいてね、はい、こここうなったよこうなったよっていうね、ハーネス腰道具をまた撮影させていただければ嬉しいかなと思ってます。はい、はい、お願いします。それではね、皆さんまたこの動画でお会いしましょう。
万全に。万全に。